よろしくお願いいたします。配合使用価格安定制度における、補填発動リスクの軽量化ということで、社会データ構造化センターの中畑が発表させていただきます。金融分野での技術というのをですね、全く別分野である農業分野へ応用した例という点が面白いところだと思います。農業分野に関心を寄せる方も、またそうでない方も、ぜひその点を楽しんでいただけたらなと思っています。目次はこのようになっています。最初に背景として、配合飼料価格安定制度の必要性だとか、あとは現在の配合飼料価格安定制度に関する研究進展状況について、少し説明させてください。そして本研究の目的もこちらで決めていきます。まず配合飼料価格安定制度について紹介させてください。配合飼料価格安定制度とは、配合飼料価格の高騰時に困窮してしまう方というのがいらっしゃいまして、その方々に補填を実施する制度のことです。そしてですね、この配合飼料というのがですね、何かというと、この写真にある可愛らしい牛さん、豚さん、鶏さんが夢中になって食べている餌のことです。彼らを畜産農家の人たちがお世話していて育ててくれています。で、この配合飼料の価格が上がったときにですね、畜産農家の人たちが困ってしまうということで、なぜ困ってしまうかというと、畜産経営コストにおける餌代が非常に割合が高いからですね。牛だと3割くらい、鶏だとなんと6割くらいを占めているためです。畜産農家の経営破綻を防ぐという目的で、政府や民間企業が連携して補填基金が設けられています。この補填基金の割合がですね、非常に高額でして、令和2年度6月末時点で調べたところによりますと、1500億円に上っていると。この補填基金からの配合飼料価格が大きく上がったときにですね、悪影響を緩和すべく、畜産農家の方々へお金が補填されるという仕組みになっています。で、こちらの何が問題かというとですね、果たして補填基金の残高が1500億円で、足りるのか、それとも足りないのかわからないということです。で、この問題を解決するにはですね、補填基金の補填発動額の振る舞いを把握して、将来の補填発動額をそれによって予測し、その予測に基づいて、大体いくらくらいの基金残高でカバーできるのか、どの程度カバーできるのかというのを算出する必要が出てきます。つまり、補填発動リスクの軽量化が必要になるということになります。ではですね、補填発動リスクの軽量化について、研究進展の方がこのような感じになっています。このスライドで申し上げたいことは、補填発動リスク軽量化に関する研究はないという、そういう一点につきます。当局、今回で言えば農林水産省なんですけれども、当局サイドから見た、しかも補填発動額に関する研究というのは本研究のみになってまして、問題設定そのものが新しいタイプの研究になります。アプローチ方法はですね、非常にオーソドックスで、金融分野でのよく用いられている方法を使っています。本研究の目的なんですけれども、補填発動額につながる変数を時系列モデルを用いてモンテカルロシミュレーションをします。で、そこから予測分布を求められるんですけれども、その予測分布に対して、分布の代表的なリスク指標であるバリアートリスクを、これ金融でよく使われる技術なんですけれども、これを用いることで、一定の信頼度のもとで、一定の将来の一定期間に対して、補填発動リスクを安定的かつ高精度に推計することを目的としています。この安定的というのは、なんというか実務運用を想定しているため、高精度なだけではなくて、安定的に推計が成立するというのも重要な要件になっています。2章では研究対象を特定していきます。最終的には補填発動額の振る舞いを把握したいんですけれども、それには実際の補填基金から補填が行われる際の補填発ルールを定式化をまずする必要があります。そして定式化したものをどのようにモデル化していったのかということも説明させてください。こちら、ちょっとビジーなスライドになっちゃってるんですけれども、配合飼料価格安定制度における、補填発動ルールになっています。
ここで注目していただきたい点は、補填額を求めるため、補填額を求めるためにはですね、短期平均、長期平均と、こういう平均価格が重要だなということだけ、伝わっていただければ、伝わっていれば、全然大丈夫です。で、こちらの平均価格なんですけれども、定式化していくと、このようになります。で、平均価格を採用している理由はですね、一時的な価格高騰に振り回されにくいため、だと考えられます。で、このスライドでのポイントは、実は、引数でありまして、今後定式化がちょっとずつ複雑化していくんですけれども、この引数さえ見ておけば、用いるデータの、この DXU というものたちは、用いるデータなんですけれども、用いるデータの単なる変換に過ぎないということが理解できるからです。で、ここでは平均価格 M の引数は DXU と、期間 D と、あとは月輸入原料総価格と月輸入原料使用量を掛け算した値を X とここでちょっと置いちゃってるんですけども、その X、そして月輸入原料使用量 U と、この3つが分かれば平均価格が求まるということが分かります。そして、補填発動ルールの中で短期平均と長期平均がこのように3種類定義されていまして、それは期間によって定義されています。で、このようになぜ短期と長期が出てくるのか、ゆったりと変動するであろう長期平均と、急変動を申し得る短期平均とのこうバランスで、補填発動タイミングが決定されているためですね。で、また、赤と青のこの式を見ていただくと、引数に関してなんですけれども、期間 D が定義上定められて固定化されてしまっているため、このように引数から外れていると。いうことも分かります。そして次のスライドで、補填発動額までたどり着くことができます。実は補填には2種類ありまして、異常補填額と通常補填額の2つがあります。で、イレギュラーの補填額ということで IC、 イレギュラーの補填額ということで RC と表記しています。で、定式化するとこのようになるんですけれども、こちらでも引数を見ていただくと、 IC、RC を見てよく見ると、X と U と T の3つさえ分かれば、IC、RC は2つとも求まるということが分かります。それだけ、最大スライドになります。で、次にですね、使用するデータから予測までの流れを追っていきたいと思います。こちらのこう赤線が実際に使用するデータなんですけれども、時系列データになってまして、横軸、時間軸で、縦軸がそれぞれ X、U、T と、月輸入原料総額ということで、使用量を U と価格 V を掛け算したものなので、総額ということで、X とこのように置いています。そして、期間合計輸入原料使用量 U の期間合計、そして、四半期対照数 T の3つを用いています。ですね、各々使っている期間、データを使っている期間が違ってですね、これについてなんですけれども、一番上の X はプラザ合意の後と前で、もう全然変動が違うということで、プラザ合意後の世界をモデル化しています。そして、こちらの U なんですけれども、補填に関する制度変更が2014年にあったために、それ以降のものを使用しています。またですね、この対照数 T というのは説明を僕がまだしていなかったんですけれども、こちらがこの補填契約を結んでいる対象の数のことでして、契約数なので、そんなに大きく変動しないというものでありまして、直近1年で良いだろうということで、直近1年のデータを用いています。で、これはこうどのようにモデル化したかということなんですけれども、一番上の X に関しては時系列モデルを用いて、下2つに関しては過去の平均値、時間平均をそのまま将来の予測に使ってしまうという単純平均モデルを使っています。で、このモデルを選定した根拠なんですけれども、時系列モデルに用いたこの X がですね、この桁違いの変動幅を持っているためということで、ここを精緻にモデル化しようという狙いです。この一目盛りがですね、2万5千くらい、ここが0.125、0.05ということで、まさに桁違いの変動をしていることがわかると思います。以後、このようなモデル化を前提として議論を進めさせてください。そしてですね、
少し前に形式化した補填額 IC と RC、異常補填と通常補填の2つなんですけども、申し上げた通り、X と U と T と、X と U と T と、この3つが分かれば、これらを引数として、もう具体的にはこの今回、このイメージで言えば、この青い部分が予測に当たるので、この予測値を用いて、将来の予測補填額を算出できるということが分かっていただけるのではないのかなと思います。はい。ここまでのまとめなんですけれども、与えられた3種類のデータと、それぞれに適切なモデルを使えば良いことが分かりました。そしてですね、U と T のモデルは過去値の単純平均を予測値とするだけの、すごい簡易なものでした。残る課題はですね、月次輸入原料総額 X のモデル化であります。これは第3章で、X にフィットする時系列モデルを見つけることで解決していきたいと思います。3章以降は時系列モデリングや金融工学をご存知の方にとっては非常にオーソドックスな内容になっています。同定された時系列モデルを用いたモンテカルロシミュレーションを行って研究対象の予測分布を求められるようにいたします。月輸入原料総額 X とずっと言ってきてしまったんですけど、それはこう、価格 V かける使用量 U のことと、ここでもう定義します。で、まず、データを観察するステップでは、この XT を観察してみて、データが非定常であること、そして季節性が存在することを時間領域、周波数領域の両面から確認しました。そして、使うモデルとしてはこちらの緑枠の中なんですけれども、変換方法としては、このように変換方法 H をかませてあげて、その変換した後の ZT という変数を季節変動、傾向変動、不規則変動に分けてあげると、そういうモデルになっています。で、変換方法としては変換しないもの、ボックス変換をするもの、対数変換をするものと3種類試しました。で、ST の方は1年間の季節変動を移動平均で求めるという、そのブロックアウェル&デイビス1991年に従って求めています。TT もブロックウェル&デイビスに従って求めているんですけれども、例えばこう確定的な、水準の変動、傾向の変動なので、このように1時だったり、このように点線のように2時だったり、といった、傾向変動を想定しています。で、最後、それらを ZT から2つ引き算してあげれば、差分を取ってあげれば、時系列モデルを当てはめるべき YT が計算できまして、実際にこういろんなモデルを当てはめたということが、後で出てきます。ここでですね、解決すべき課題は何かというと、この変換 H、そして傾向変動 TT、最後は不規則変動 YT、この3つが未決定ということですね。これを解決していきたいと思います。で、この3つの H と TT と YT とを決定するために、パラメータ推定と、それだけじゃなくて、診断を2つ用意しました。YT のパラメータ推定と診断はこのようにしたんですけれども、もう一個一個見ていくと、YT のパラメータ推定は条件付き採用法で、そして診断としましては、YT の標準化算差を求めてあげるんですけれども、YT とフィットさせた時系列モデルから得られる標準化残差に対して、無相関か判定するためにリングボックス検定を用いてあげ、で、理論分布に従うかどうかを調べるために QQ プロットと KS 検定を、コルモゴロフ、スミノフ検定を用いています。次がですね、ちょっと実務的なんですけれども、診断2と、診断2とあるんですけれども、原系列 XT、月輸入原料総額 XT のシミュレーション、予測値をシミュレーションしてあげたときにですね、その XT が負になっちゃったりだとか、総額なのに負になったりだとか、あと、もう発散して計算ができないと。そういったことが起きないかどうかを再度チェックするフェーズになります。そして将来の予測だけではなく、過去期間の予測、その過去のデータのみをあえて用いて将来予測してみるといったこともやってみまして、それでも安定して予測値が出るかも確かめました。い。で、こちらのスライドは診断1と2の様子になるんですけれども、こちらもすいません、すごいビジーなスライドになっちゃってるんですけれども、
端的に言いますと、YT のモデル候補をいっぱい用意して、すごくいっぱい試しましたということで、その中から選び抜かれた、生き残ったのはこの、モデルになります。生き残ったモデルは対数変換をするもので、確定的な傾向変動は1次と2次。そして規則変動は SR リマガーチで、核進行は YT 分布。こういったモデルが生き残っております。で、ここでは、これだけなんですけれども、ちょっと意外だったのが、ボックスコックス変換だとか、あと、傾向変動をゼロ時にするだとか、そういうことをしてしまうと、時系列モデルの方に変動がすごいしわ寄せされてしまうみたいで、不規則変動の方にしわ寄せがいってしまうみたいで、このように、月輸入原料総額をシミュレーションすると不利になっちゃったりだとか、もうそういう不適切なケースになってしまうことが非常に目立ちました。以上の診断を得て、X2 のモデルが同定されました。で、結果として、モデル1、2と、2つのモデルに絞られたため、それらを載せていきたいと思います。で、季節変動 ST を見てみると、すみません、こちらが12月なんですけども、12月が大きくなって、1月になるとガクッと下がると、小さくなるという結果になりました。で、ちなみにこの結果をですね、農林水産省の実務担当者に確認したところ、収穫の秋と、で、知られるような肌感覚と合う結果だとのコメントを頂戴しております。そして傾向変動は一時期のため、緩やかな単調増加を仮定しております。そしてですね、不規則変動を見ていくと、不規則変動の季節差分はですね、一時点前の過去の自分自身の値と、あと一四半期付近前、そして第2四半期付近、第3四半期付近、第4四半期付近のそれぞれのノイズの、過去のノイズの値からも影響を受けているということで、確率的な季節性を持っていると解釈できるモデルになりました。で、またですね、ボラティリティの方は、自分自身のボラティリティの一時点前から影響を受けているというモデルになっております。で、過去の値は係数のピーチになります。こちらが診断結果、モデル1に対する診断1の結果になります。左図の横軸というのはラグでして、縦軸はリングボックス検定のピーチになっております。で、ピーチが全部0.1を上回っているということで、標準化残差が無相関であることを示唆しています。また、右図の横軸というのはですね、YT 分布の理論分布の分位点で、縦軸はそれに対応した標準化残差の分位点となっており、標準化残差が推定された理論分布通りならば、この点線の中に入ってくるはずだということで。で、推定された理論分布通りならそうなんですけれども、ちょっと微妙な値も あったりするんですけども、ほぼ推定された理論分布に従っていると判断してよいと思います。また、コルモゴロフ住之介検定も0.827という数値になっていて、理論分布に従うことが示唆されます。モデル2の方は、ここの次数が2次に上がっているだけで、他の知見は同様であります。モデル2の診断結果も先ほどと同様の結果となっています。最後にバリアとリスクの章に行きたいと思います。こちら、バリアとリスクの簡単な説明になっております。バリアとリスクというのは、過去のある一定期間のデータを用いて、将来の特定期間内で、ある一定の確率の範囲内で、将来どの程度の損失か理論的に算出する値となっています。で、こちらは上は2年間、下はいろんなパーセンテージ水準を試しました。で、こちらが結果になります。横軸がですね、バリアとリスクの信頼水準ですね。先ほどのいろんなパーセンテージを試しましたということで、いろんなパーセンテージが並んでいます。で、縦軸が予測の補填額、バリアとリスク補填額になります。で、モデル1とモデル2があるんですけれども、異常補填と通常補填の2種類の補填額があったために、このように積み上げグラフ、棒グラフで表現しています。そして、冒頭出てきた1500億円というのを、どの水準でも、どのバリアとリスク水準でも上回ってしまうであろうという、そういう結果になりました。結論と今後の課題になります。時系列モデルによるモンテカルロシミュレーションを行ってですね、
一定期間、一定信頼度の転発額バリアトリスクを安定して算出しました。でまた、2年間分をカバーするための金額というのは1500億円を上回り得るということも分かりました。またですね、最後にバリアトリスクの水準選択ということで、いろんな 90% とか 99% とかいろいろあったんですけれども、バリアトリスクのその水準選択で全然値が違ってきてしまうということで、この適切な水準について議論すべきなのではないのかなと感じています。はい。ご清聴ありがとうございました。